ターに上がっています。下がってこちら向きです。空振り三振。ここはスライダーがいいところに決まりました。それでも真ん中低いじゃないですか。引っ掛けてセカンドへのゴロです。安田ボールが多いんですけどストライクに困ってないですもんね。そうですね、ライトが出てきます。引っ張った後ではファーストが抑えます。セレーニョ自らキャンバスでツーアウト。サードが抑えます。西野から一塁送られてこれで3アウト。上がるところですから。そうですね、はい、ボテボテの当たりはピッチャーが出てきます。叩きつけたバッティング。サードが出てきます。ほぼサード打たされました。セカンドが出てきます。辰巳セカンドスタートでバッターボックス。詰まった当たりはセカンドです。二塁アウト。一塁もアウトでダブルプレー。ここ安田セカンドゴロダブルプレーに倒れました。ツーアウトになりました。今宮城投手インコース空振り三振。内野陣ということも考えられますがショートが取った。スピードランはそのまま空振り三振。ここを三振打ち上げました。高く上がったフライは内野フライです。ファーストの太田が掴んでこれで3アウトになりました。90球になりました。これは外いっぱい決まっています。見逃し三振でワンアウトです。ショートライナーです。浅村戻ります。惜しい。気持ちは出てましたよ ね、 ですね。ショートライナーですからなんと。しかしライトが追いつきました。そうですね、空振り三振。低め落としてきました。変化球で三振。代打阿部三振倒れてワンアウトです。高く上がった打球はサードが手を挙げています。変わった大里打たされました。ショートです。一塁に送られてこれで3アウトになりました。いやこの7回の裏の